面白い記事がありましたのでちょっと読んでみたいと思います。反日不買運動の2年で投資も雇用も喪失、韓国が脱日本を進めたら世界が脱韓国になっていた。これどこの記事ですか？イットって書いてあるけど、イットの放送文か、テレビね。はい、読んでいきます。日本政府が韓国向け、これ7月1日ですね、日本政府が韓国向けの輸出管理の強化を発表してから7月1日で2年、韓国では過激な反日不買運動が展開され日本製品が姿を消した。ありましたね、日本製品ボイコットをやりましたよね。その韓国で今日本からの輸入が急増していると。はい、で何ですって、脱日本を進めたら皮肉にも韓国が脱、世界が脱韓国。ま、予測はついてましたけども、世界が脱韓国まではちょっとね、すごい結論になりましたね。はい、FNN ソウル支局川崎健太郎記者、徴用工問題で日韓が対立する最中、日本政府が韓国向けの輸出管理を強化すると発表してから2年です。韓国側の反発は当時ものすごいものがありました。脱日本をスローガンに日本のものを買わない、売らない、行かないというノージャパン運動が韓国全土で展開されたんです。家電とか自動車、お酒、衣類や化粧品、あらゆる日本製品が不買の標的となりました。ありましたねこれね。まあテレビのね、こうなんか、ああこれデサントを破ってますね。チョキチョキやっております。それからなんかね、トヨタだ、キリンビールだ、なんだかんだ、もうねボコボコにねやってましたよね。はい、ところがね、これ私誇りに思ってることがあるんですけども、当時ね韓国ではめちゃくちゃなもう反日運動、日本製品ボイコット、の運動が吹き荒れたわけですよ。日本食食わないとかなってたわけですよ。ところがですね、当の日本では私もね週1ぐらい焼肉食ってるわけですよね。韓国焼肉食わねえとかなかったですからね。まあそんな韓国製品、まあ日本にそんなないですけども、みんなで韓国製品買わないぞみたいになんなかったですよ。普通に焼肉食べてましたからね。焼肉ボイコットありました？ないですよね。まあまあ食べてるよね。そうなんですよ。だから日本ではそういう運動が起きなかったんですね。はい、でさらに読んでいきましょう。ただあれから2年経って実は潮目が大きく変わってきました。確かに韓国の日本からの輸入は一旦落ち込んだんですけれども、最近は急増している。2021年1月から5月、日本からの輸入は2兆4000億円を超えている。前年同期比でも2割も増えている。この結果韓国の貿易赤字、対日貿易赤字は1兆1100億円を超え、結局前の日本依存の構図に戻りつつあるというわけなんですねと。はい、日本ボイコットやったらとんでもないことになりました。はい、反日疲れで距離を置く人が出てきたということのようですよ。続きです。これはなぜなのか、このキーワードはこちら、反日疲れらしいですよ。確かに反日不買運動は韓国全土で展開されたんですが、不買運動を強要されているようで嫌だと、いわゆる同調圧力を毛嫌いする人も中にはいまして、最近ではノージャパン運動から距離を置く人も出てきた。具体例を見ていくとこちら、日本製のビール、2年前は輸入が9割減ったんですが、今は回復傾向。あと不買サイトで当時、ノージャパンというサイトが立ち上げられたんです。韓国人が自分が不買したい日本製品をサイトに書き込んでみんなで共有しようというもので、アクセスが殺到したんですよ。でもこれは2020年から書き込みが止まっています。あとは旅行、2021年4月の世論調査で韓国人の6割がコロナが収束したら日本に行きたいと答えている。反日不買運動は熱しやすく冷めやすい若者たちの一時的なトレンドだった、これに過ぎなかったということですね。はい、そして韓国企業の日本依存は変わらないということですね。不買運動に参加していたのは消費者だけでなかった。どういうことかというと、韓国に駐在している日本の大手機械メーカーの社員さんに話を聞いたんですが、そもそも自分たちのような消費者向けじゃなくて法人向けの製品を買う企業は最初から不買の影響を受けなかった。
日本が競争力を持つ業界では今も韓国の日本依存は変わらないということのようです。ですから、ノージャパン、ノージャパンって言っても、まあ、その小売店とかで売ってる一般消費者が買うものだけの話で、もう B2B では、ノージャパンは起きていなかったということなんですね。だからもう最初から最後までパフォーマンスですよね。はい、バレたかって、そうね、本当バレて、こういうのってすぐバレるんですよ。はい、全然そんなもんね、本当のノージャパンじゃないですよね。私はね、ノージャパン頑張れ頑張れって応援したんですけどね、ここへ来て息切れが起きてきたということですよね。はい、でね、これ日本のビールを出さなくなると飲食店の売り上げが、ね、減るんですって。だって韓国人って日本のビールが大好きなんですってね。韓国製のビールもありますけども、やっぱ美味しくないんですよ。ちょっと高いけど日本のビールが美味しいってなってますから、飲食店で日本のビールがないとね、怒り出す人もいるというね。なんか去年の一時期はなノージャパンで盛り上がったけれ、去年一昨年からの盛り上がったけれども、やっぱり日本のビール美味しいよねっていうね、やっぱ反動もあるわけですよ。はい、そしてドン、韓国の日本からの部品とかの素材などの輸入では2021年1月から5月で1兆5000億円を超えている。前年比で 15% 増。額としては日本からの輸入額の半分以上になる。そもそも韓国は内需が小さいと言われてますから、貿易構造はこうなってます。素材とか部品を輸入して、これを加工して完成品として半導体などの形で輸出する。いわば外国頼りの経済構造ということですね。はい。なので日本からこうした素材とか部品の輸入は欠かせない。確かに、輸出管理を受けてのこの2年間、文政権はこうした素材分野の国産化を進めて、ここでも脱日本を強調してきました。ですが韓国メディアはやっぱり日本が数十年かけて築いた技術に短期間で追いつくのは難しいと結構冷静に受け止めている。はい。そして不買運動の結果どうなったかといったら、世界からの投資が激減したそうですよ。はい、その輸出管理強化を受けて逆に激減したものがあるんですよ。これが世界の韓国への投資。2020年の日本から韓国への投資額は800億円を超えていて、額は大きいんですが前年からは半減。同じく日本から韓国に新たに進出する企業も半減。この背景としてはやはり過激な不買運動で韓国で企業活動を行うのはリスクが高いと判断している。はい、それだけではありません。この脱韓国は日本だけではない。アメリカも韓国への投資が2割減った。 EU からも韓国の投資が3割減った。はい、確かにコロナの影響はあるんですが、韓国メディアは企業の経営者を厳しく締め付ける法律が次々に韓国で制定されたので投資を避ける要因になっているんじゃないかと報道している。いずれにせよ不買運動があった。これを受けて日本からの投資や企業が進出する数が減ったとなると韓国での雇用が減ることを意味します。これは皮肉な話ですが、日本製品不買運動によって韓国は自国経済の首を絞める結果になったということですね。まあ、天に唾を吐くというのはまさにそのことだということですよ。はい、輸出管理強化を受けて声高に脱日本を叫んできたわけですが、日本依存の構図は結局変わらず、逆にその反動として世界の脱韓国が進んでいる。不買運動がブーメランとなって突き刺さったということのようですね。はい、まあ自分の首を締め付ける、これよく地上波でやったね、この内容ね。イットってこれ どこ富士ね、富士テレビでよくやった、地上波でね。こういうのってね、なんかもうネット番組のね、独壇場かと思ったらちゃんとね、地上波でもやるんですね。なかなかのもんでございます。はい、もう巨大ブーメランが突き刺さったということになっておりますから、まあこれもまあ一種のまあ国技みたいなもんですかね、テコンドーみたいなもんでね、国技みたいなもんですからね。はい、まあまあ予測はできてましたけども、予想の先を言ってますよね。世界の脱韓国につながるとはね、ちょっと我々の予想の先を言ってましたから、やっぱ、まあ、時々ねノージャパンとかあるんですけども、この前のは結構大きかったですからね。ノージャパン大きくやればやるほどその反動ね、自分のだからね、もう韓国政府とか韓国のそういう市民団体ね、政治活動団体がもう日本憎しで首をギャンギャン締め付けると、もしもしと
あんたが締めてる首、それ自分の首ですよっていうね。これでもかーってね、やるんですけども、すいません、みたいな。それ自分の首ですからっていうね。それに気づくのに2年かかってるということですね。まあ、それにしても、ムンムン大丈夫でしょうか。まあ、後でまたこれやりますけども。はい。